結局この人は僕の行動次第で変わっちゃうんです。辞めてから4ヶ月後に優勝した。だから僕現役じゃないんですよ、優勝した。今ハーバード大学の研究とかでも分かってるんですけど、はい、目標や夢を書くと叶いやすいっていうのは。そうなんですよ ね、どんどん運が良くなるんで、僕本当に強運とかじゃなくて強運だと思ってるぐらい。強運やばいですからね本当に。でもともと運がいいなって思ってたんですか。いや、それもネガティブ時代は SHY 時代は運が悪いと思ってたんですよ。やっぱり心を一つ変えて、あ、運が良くなるかも、ポジティブかもってなった瞬間、運のいいことしかやってこなくなるというか。へ、なんかすごいですよ最近本当に。さっきのね、あのカメラマンさんの兼編集さんも、そうなんですよ、ちょうど YouTube 頑張ろうって思って頑張ろうという時にうちのスクールで入ってきて、卒業する時に、ね、セラピストとしてじゃあこれからどうしていくのって言ったら、僕セラピストじゃなくて動画やりたいんですよって。そっちってそっちそっち、なんかめっちゃセラピストの技術を教えたけどあれみたいな。でもその時にちょうど YouTube を本格的にやっていきたい、でもともとやってたんですけど、毎日投稿やってたんですけど、うん、毎日投稿僕一人じゃやっぱり無理だってなって、うん、誰かにチームでやっていきたいってなった時に、セラピスト経験してて動画できる、いや最高ですよね。最高なんですよ。なかなか知らないですもんね。すごいタイミングで。本当にみんなが知りたいことだと思うんですけど、はいはい、どうやったら運が悪い自分から良くなったんですか。あ、でもやっぱり心ですかね。マインドというか、さっき言ったやっぱりどうしてもネガティブに捉えがちだった。 SHY の頃なんかは、なぜ SHY かというと、なんか自分がちょっとこうやってやったら相手がなんかこう変な風に思うんじゃないかとかって、ちょっとこうネガティブ思考がすごくて、でそれって相手が本当にそう思っちゃったりするんですよ。もうこっちがお先に思うことで、そうですね、そういう風になりやすい自分を作っちゃうというか。でもそれはありますよね、なんか嫌われるかもって思ってるその感じが嫌われる。そうなんですよ。そうなんですよ、まさにそんな感じで、なんか喋ったらこうあんまり良くないかもと思ったら喋んなくなったら、逆に今度はこう友達が少なくなったりあまりなったりしたりするので、逆にこうなんかポジティブになったり明るくなってバーンってやると、逆にそれがなんかもっともっと人がいっぱい集まってきたりして、あ、こういう心の捉え方マインドを変えて、ネガティブって本当にネガティブを引き寄せるし、ポジティブはポジティブを引き寄せるって分かった瞬間、勉強してどうやったら切り替えれるかみたいなを考えて、さっき言った全ての現象には意味がないっていうのを自分で完全に思い込むっていうか、完全にそれがもう本心から絶対そうだって思い込んだ瞬間、だってネガティブに捉えなきゃいいだけじゃんみたいな。あ、自分次第で全て変えられるって感じ。そうですね、上司がブワーって言ってきて、うわネガティブじゃなくて、あ、上司は俺のために言ってくれてるんだって切り替えた瞬間、わあ、なんか僕のこと好きなんだなみたいな、思えた瞬間頑張ろうってなったりとか、で結果好きなんだなと思ったら本当にその人が好きになってくれたり、そのために結局それでうわ嫌な上司って言ったら、おそらく顔に出たり動きに出たりすると本当に嫌な上司になっちゃうんですよ。あいつせっかくあいつのために言ったのに嫌な顔するわってなるけど、あ、いいこと言ってくれてると思ったら、ありがとうございます、めっちゃ勉強になりますって言ったら、あいつ可愛いな、可愛がろうってなっていい上司になるじゃないですか。結局この人は僕の行動次第で変わっちゃうんです。こっちが先なんですね。そうなんですよ。だから自分が主体的にポジティブに捉えるようになったら、この人もポジティブな人になるけど、この人最悪って思い込んじゃった瞬間、最悪な人に自分が育てていくというか。確かにそうです。そうなんですよ。だからこの人自体には何も意味がない、僕がどうするかによってこの人は悪にも善にもなる、なるほどって捉え始めたら、みんな周りにいい人ばっかりになっちゃったみたいな。つまり僕がどう動けばこの人がいい人になるかっていうのも、まあ、今はもう意識してないですけど、やっぱりそうやってやっていくと、みんな周りがいい人ばっかりで、だから運がどんどん良くなって。へえ。じゃあその運が良くなってる延長線で、その世界一のセラピストっていう。そうなんですよ、もうまさにその通りで、世界一も僕当時世界一のセラピストになるって決めて、最初からもうセラピストになった時に、結構こう僕って大きなことをやりたいけど言うのは恥ずかしいって思うタイプ、 SHY なんでだったんで、でもそれを言わないとなれないと思ったから、もう紙に書いて、それをベッドの横の紙にバンって、世界一のセラピストになるって言って、セラピストになってない時、 なり始めてる時に、なりたての頃にもそれ書いて壁に貼っといたんですよ、バン、はい、それをやっぱり毎日見たりとか、まあそういった、ことをやって、僕世界一になりますとか、世界一目指しますって言ってたんです、お客さんにも言ってたし、そうすると世界にはこういうマッサージのすごいとこあるよって言って、こうバリ島にジャリムナリってすごくいいサロンあるよって言ったら、僕が発信することによってその反応が返ってくるんですよね。じゃ情報が入ってきたりとか。そうです、入ってきて、そうするとじゃあバリ島行ってみようって言って
って、まあ、その人とこう世界的有名なセラピストさんとつながってこう話してたりとか、その記事を毎回書いてたんですけど、アメブロかなんかで、うん、そしたらフランスにエステスクールがあるんですけど来ませんかみたいな、うちの取材も来てくださいって言って、で、まあ、取材したらその人がフランスには世界大会があるんでぜひ川上さん出てくださいみたいな、もうなんかつながってつながってつながってとか、すごい。そう、あ、じゃあもともとその大会があるって知ってたわけじゃなくて、とりあえず世界一みたいな。そう、もう何を思って、あ、途中で何を思って世界一かよく分かんなくなって、そうですよね、そう、オバマ大統、当時オバマだったんで、オバマ大統領マッサージしたら世界一かなみたいなレディーガガかなみたいな結構思ってたんですよ。世界一だったら世界一すごい人が施術してれば世界一かなと思って、どうやったらオバマ大統領マッサージさせてくれるんだろうと考えてたんですけど、まあ結局何をもって世界一か分かんなかった中で、うん、でも世界一になりたいですとか、世界を世界をって言ってたら、つながってつながってつながって大会が出てきて、ここだってなったわけですね。そうなんですよ、もう出ますって10日前に言われて、10日、2週間ぐらい前に世界大会4月あるんですけど出ませんかみたいな、いきなりすぎないみたいな、じゃあもうバタバタでそのまま行って、そうですね、僕当時2018年の年末でセラピスト1回辞めてたんですよ。なんで辞めたんですか？もう会社の経営とか講師とか、もう自分で新しいものを作りたいと思って、うん、まあ、セラピストって1日数人ぐらいしか癒せないんで、うん、やっぱりもっともっと世界を癒すって今目標あるんですけど、あ、ってなったら僕講師やって、僕が育てた人が人を癒せば、10人育てたら僕1日30人間接的に癒せるし、 YouTube やったのも YouTube で1万人が見てくれれば、その1万人が僕の技術を使って癒したら3万人ぐらいにこう一気に癒せるの で、ね、じゃあそっちの方に行かないといけないから施術に時間使ってたらダメだってなって、あ、なるほど、それで辞めてから4ヶ月後に優勝した。だから僕現役じゃないんですよ、優勝したの、引退してから優勝。そうなんですね、はい、まあ、じゃあもうどうやってなるかも、何をもってそれになるかも分かんないけど、とりあえず夢書いといたら。そうですね、書いとくのめっちゃ大事です。書くと、これハーバード大学の研究とかでも分かってるんですけど、はい、目標や夢を書くと叶いやすいっていうのは、書くのが大事、書くのが大事です。ハーバード大学の、学生さんにそういうのやって、夢目標持ってない人、うん、夢目標持ってる人、持ってて夢を書いた人って分けてやって、うん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 、何年かずっと追跡調査したら、やっぱ書いた人がもう他の人よりも年収とか夢の叶ったやつがもうダーンって全然違ってたんですよ。書くことによってすごいパワーを発揮するんですよ。それってじゃあそのやっぱどっか壁とかに貼る、あ、そうなんですよ、マインドブロックの外し方というか、僕結構そのマインドブロックを外すのが得意で、じゃあどうやって外すかっていう時に、まあ、外し方いっぱいあるんですよね、はい、その中の一つに、まあ、自己洗脳っていうのがあって、うん、自分で自分のことを洗脳していくというか、まあ、自己暗示に近い形にはなるんですけど、人って洗脳しやすい時間帯があるんですよ。お、それが副交感神経が優位になってるリラックスしてる時なんですよ。だからリラックスしてる時って心のバリアがこうパンって開いてるから、深いところに刺さるんですよ、言葉が。だからテレビとかも、あのゴールデンタイムって洗脳ゴールデンタイム、はい、あ、そうなんですか。ご飯食べてお風呂入ってリラックスしてゆっくりしてる時って、もうぼーっと見てるから全ての言葉がストレートに入っちゃうんですよ。なるほど。だからそこの時間ってすごく大事で、あの仕事してるお昼間の時なんかテレビ見ててもあまり頭に入ってこないというか、う、ね、ちゃんとブロックしてるから、仕事のこと考えてます、ね、考えてるので、ちゃんとこう体も心も交感神経っていう、こう戦闘体制になってるから、あんまり深いところには刺さらないんですけど、開いてる時ほど刺さるんですよ。でそれを知ってたんで、寝る前に見る、そして起きた時に見るってなったらベッドの横だったんです。ベッドの横の、なるほど、で見て寝るし、寝起きて見るみたいな。そうすると、あ、俺世界一になるのかって、毎日見てるんで洗脳されていくんですよ。ぼーっとしてる時に見るからいいですね。そうです。そしたら、あ、俺世界一かとかなっていくので、だからお風呂上がりとか、それこそあのキコさんの YouTube とかってリラックスしてる時に見た方がいいです。やっぱそういう風に入るんですよ。素直に聞けるようになるし、あの入ってくるんですよ。じゃあこうなりたいっていうものはその時間に。そうです、そうです。なるほど。だから夢をこう語るとか、夢を見るとか、勉強というか、こう深く自分の心に刺したいなっていう時は、寝る前とかリラックスしてる時はいいです。なるほど。私これよくあの、はい、なんか潜在意識どうやって書き換えられますかって質問された時に、うんうん、例えばなんかあの幸せな結婚したいですとか、はいはいはい、なんか幸せな家族の YouTube でもいいし、うん、ブログでもいいし、うんうんうん、それをいっぱいいっぱい見るといいよって伝えてたんですけど、はい、それをそういうお風呂上がりとか寝る前とか、そういうことです、そういうことです。心のバリアが開いてる時は、多分昼間とかで交感神経がまだこう日中こう高い時に見ても、多分いやこんな見てもって思っちゃうんですよ、うん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 、あとか
思わないようにして見ていたとしてもやっぱりこう現実的なことを考えやすい時間帯なので できないんですよ。ただお風呂入ってリラックスしてふわーってやってる時に見たらいいなーって心の底からやっぱりいいなーってなるんですよね。なるほど。あとはその世界一になった時もおそらくその見てイメージするってすごく大事じゃないですか、うんうん、でそのイメージを現実化するために僕予祝っていうのもよくやるんですけど、それも予祝に近いんですよ。その自分がこの幸せな映像を見たり家の画像を見たりするのってすごく大事で、僕も世界大会の時に飛行機の中で去年の世界大会の映像とか画像とかめっちゃ見てたんですよ。でここに俺は立つんだとか金メダル取るんだってイメージしていくんですけど、あんまり飛行機の中だったんでイメージできなかったんですけど、分かったのが表情、声、体の形をそのイメージに合致させた時のこう、例えばその夢が叶った時どういう表情してるとか、その時どういう声出すとか、その時どういうポーズ出すっていう体を作る。なるほど。そうすると心がついてくるんですよ。多分頭で 見た時に心がついてこない時あるんですよ。なんかちょっと他人語とか他人語とかみたいな世界一って言ってもなってなってくるけど、世界一取ったら自分どんな顔するかなと思ったらやったーって顔すると思うんですよ。やったで、おそらく声がこうやってやったーってなると思うから、うん、でおそらく体はやったーってなるなってなって、飛行機で僕10時間ぐらいずっとやってたんです。やった、隣から見たらこいつやべえやつが隣ずっとやったって言ってるよみたいな、やべえやつが隣にいるっておそらく思われてたと思うんですけど、でもそれやりつけたら何が出てきたかというと、優勝してないのに感謝の気持ちが、感情が現れたんですよ。もう優勝しちゃった体を作ったんで、表情を作ったし声出したから優勝された状態に体ってなるんですよ。だから体から心を誘導していくっていう、なるほど、心と体がやっぱりつながっているので、体をだから素敵な家とか結婚とかっていうのをもしイメージしてるんだったら、その時ってどういう表情してるかな、子供さん抱っこしてる時って言ってたらこうやって抱っこしてて可愛いなって撫でてるって可愛いなってこうやってるのを何度もやっていくと本当に愛くるしいのがブワって出てくるんですよ。そこですよね。そうなんです、感情が最後に出てくるんですよ。その感情って私もよくこの引き寄せて、うんうんうん、そこの感情が乗っかったら初めて、ね、初めてそう決まるんですよ。だから体を使っちゃうんですよ先に。体か、なるほど。そう、体から誘導するっていうか、もう強制的に。で僕優勝した動画も YouTube に上がってるんですけど、うん、もうタクト川上って金メダルって優勝して僕前に行って表彰状をもらって片手で表彰もらってこう写真動画もちょっと撮ってたんですけど、無意識にやったってやってるんですよ。やったってやってて後で気づいたんです。おこのポーズしてるみたいな、すごい飛行機で何十回もや何百回もやったポーズをなんか持ってたんで片手だけですけど、ちゃんと声も口見たらやったって言ってるんですよ。であ前借りっていうか前ね、予祝してちゃんとそれを自分の中で何百回もやって感情が出てくるほどやったら無意識にも出るんだっていう、無意識に出たんですよ。この失敗しないようにこうしてこうしてっていう手順とかをやるより もこっちの方がやった、でも優勝しちゃってるから手順も何 も俺優勝してるでしょみたいな感じになっちゃうんですよ。だから余裕が結構あって、普通だったら緊張するんですけど一回もう頭の中で優勝しちゃってるんで、うん、なるほど。なんか本当に優勝するにはやっぱ審査員の位置大事だなって言って僕施術しながら審査員の位置見てるんですよね。だからそれぐらい余裕があったんですよ。優勝してる視点になってるんです。そうです、優勝してるから優勝する自分ってどうかなって言ったら緊張はしてないよねってやっぱなるし、余裕あるから本当に優勝するために他の人ができないぐらい視線をこうちゃんと見てるし、周りを見れてるよねって。で普通だったら緊張してはーって、もともと SHY なんでうわーってなるはずなんだけど、やっぱりでそれをしなかったのはやっぱりその予祝があったりだとか、余裕があったから撮っていいですかって聞いて、なんかカメラ勝手に置いて、世界大会の施術動画も全部撮ってるんですよ。その時もまだ YouTube 本格的にやってるわけでもなかったんですけど、絶対この大会の動画はいつかすごい映像になると思って撮ったんですよ全部。うわ、そしたら優勝したセラピストのフルバージョンの施術の動画が撮れたんで、それが今910万回920万回回ってるんですよ。それも優勝した前提がなかったらカメラ回さないですね。そうです、もうカメラ回さないし、どっかで人間って夢を叶えにくい人ってどっかで自分の言い訳を作っちゃうんですよ。カメラ回して優勝できなかったら恥ずかしいしとか、どっかでマインドブロックって顕在意識のアクセルと潜在意識のブロックが同時に踏んでる状態なんで、アクセルとブレーキ同時に踏む状態なんですよ。つまり行くって言って頭では俺は世界一になるって言ってるけど、どっかの心の中で俺なんか無理だって言ってブレーキ踏んじゃうんですよ。これで人間ってストップする、エンスト起こすんですよ。で失敗しちゃう。だから体力はでも使い果たしてるのにそうエンストしてるから、なんで俺こんなに頑張ってんのうまくいかないんだろうってなるんですよね。なるほど。そこのブロックのブレーキ踏んでるのをアクセルにやった瞬間、
顕在意識と潜在意識両方行くぞになってるから、潜在意識レベルでもう世界一になるために動く、だ無意識に世界一の情報を集めたりだとか、無意識にそういう風な振る舞いしてたりするんで、いつの間にか本当に運が良くなって叶っちゃってるんですよ。だからブロック外すってすごく大事ですし、外した後に本当にいけるって心の底から思えるようになったら本当に奇跡が起きちゃうんですよ。皆さんこうやってると思うんですよ、はい、画面の向こうでよっしゃよっしゃと思うんですけど、なんかその後にすぐいやでもって出てきてみんな悩んでると思うんですけど、そういう時ってどうしたらいいですかね、はい、それはやっぱり継続してやっぱり自己洗脳したりだとかしないといけないので、やっぱり紙に書いて見るのも大事だし、お風呂とか入ってそれこそその自信をつけてくれる人の言葉を聞くっていうのもそうだし、だからそれこそキコさんのやつをもうラジオみたいにお風呂の中でこうシャワーしながら聞くとかでも、潜在意識ってあの過去の体験とか無意識の、 あの過去の体験の積み重ねなんで、書き換えるために上書きしてくるんです。いい言葉で上書き上書き上書きって、嫌な言葉を聞いた分以上にいっぱい聞いたらいいですね。そうです、それもちゃんとリラックスしてるタイムに、あとは会う人変えるとか、どう変える、夢を壊しに来る人っているじゃないですか、超現実的な人、そういう人でいるといます、ね、やっぱり例えばそういう人が周りにいると引っ張られちゃったりして、あそうなんだって現実的に思うんですけど、やっぱ人を変えるっていうのもすごく大事な、できるよって言ってくれる人が周りにいた方がやっぱ潜在意識も書き換わっていくし自分もできるんで、お前には無理だよっていう人がいたらその人と付き合ってる以上は、その人がせっかく自分の潜在意識書き換えて動きって言ってる時にドンって引っ張られちゃってくるので、そうですよ、プラスマイナスゼロどころかちょっとマイナス、ね、マイナスに引っ張られちゃうので、まあ、そういったものをものというかそういった人だとか、あとはその自分が住んでる場所がものすごく例えば汚くて過去のトラウマがあるような場所にいるんだったら場所も変えなくちゃいけないし、そうなんです、環境を変えるってすごくマインドって変わりやすいし、心機一転ってまさにその通りで、そうですね、セラピストさんならではのアドバイスもあり、でも、もう心のことをすっごいやっぱ学ばれてというか、そうですね、ね、SHI だったんで何とかしたかった何とかしたかったんですよねいやめちゃくちゃ参考になった方多いと思います。 ありがとうございます、本当に貴重な面白い話をありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。じゃあ、 私も、あのチャンネルに、あそうですね、はい、僕のチャンネルで施術をしながらちょっとキコさんのインタビューをさせていただきます私本当に、はい、川上さんの世界一のセラピストってこうインスタとかに載せてらっしゃるじゃないですか、はいはい、YouTube もですけど、はい、で本当に予約しようかなと思って見たけど、はい、取れるわけないわなと思ったこんなご縁がそうなんですよ、ご縁があって、いやありがたいです、こちらこそ。施術されながらのインタビューって私初めてなんですけど、はい、あのちょっと緩んで、そうなんですよ、いろんなことが出てくるのがやってリラックスしていくんで、逆にこういろんなのが聞けるかなっていうので、ぜひあの皆さん、あのキコさんのいろんなことペロッといろんなことを聞けるかなと思うので、はい、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います、はい、概要欄に貼っておきますのでそちらもぜひご覧ください、はい、ありがとうございます、はい、ということで本日のゲストは世界一のセラピスト川上拓人さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。キコオンラインサロンスペースシップメンバー募集中です。キコに直接お悩みが送れるこのサロン、 YouTube 動画でのお悩み回答をはじめ月1回のオンラインセミナー、ラジオでもお答えします。その他にサロン限定での個人カウンセリングのお申し込みや無料カウンセリングが当たる抽選にご参加いただけます。 YouTube で出せなかったキコと対談企画の未公開秘蔵映像など盛りだくさんのコンテンツです。あなたもキコと一緒に毎日を開運日に、スペースシップでサクッと幸せになりましょう。詳細は概要欄で。